京を焼き尽くすという江戸戦と計画、密かに進めていた。近藤は龍馬の腕を見込んで、計画への加担を要求する。その見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが、龍馬は決意する。己のその手で お勤め頑張ってきな。はじめさん、どないしたん？あら、はじめさん、これからお仕事？相変わらず遅いお目覚めだこと。お勤め頑張ってきな。 はじめさん、どないしたん？お勤め頑張ってきな。はじめさん、行ってらっしゃい。はじめさん、仕事終わったら早う帰ってくるんやで。ほなね。
Yoshi.
酒がうまいで。おい、お前、大事件が起きたで。新選組が。もう何枚さ。
しよし。おいで。さあ来い。よしやるぞ。味を見てくれ。この味誰も真似できねえぜ。掃除もしなきゃな。よしやるぞ。作るか。はい。いや。よし。味悪くないだろ。この味誰も真似できないぜ。さて作るか。よしやるぞ。おてい、うん、おてい、よし。さて作るか。味を見てくれ。うまくできたようだな。さて作るか。来い。やっ、てい、やっ、お、てい、よし。さて作るか。一口食べてみてくれ。うまくできたようだな。おいで。ほらおいで。
来い。うん。や。てい。お。てい。よし。さて作るか。今だ。よしやるぞ。よし。味悪くないだろ。うまくできたようだな。よし。いまいちだ。ふん。
Yosh! Yosh!
Sha!
ほら、おいで。ほら、おいで。
何？おう。いらっしゃいませ。もう一回回せますよ。これ
何個目ですっけ? もう一回回せますよ どうだ! あらや? 何個目ですっけ? もう一回回せますよ 出た! これ 残念 何個目ですっけ? もう一回回せますよ どうだ! あらや? 何個目ですっけ? もう一回回せますよ 出た! もう一回回せますよ 緊張するな どうだ! あらら? 何個目ですっけ? もう一回回せますよ 出た! すっごい! 景品です! もう一回回せますよ やめておきますか? あんた、なあ面倒はごめんだぞ。
何？
Yes.
Yes. Thank you.
Great. Oi. Oi. ほほ。 ありがとうございました。
どうぞ。やめてくださいね。もう何なんさ。何そいとんねん。おっと。遅いで、はじめちゃん。起きた。何か用か。ちょっといい話があんね。はじめちゃんにだけのとっておきや。なんやその顔。まあええわ。後で土蔵に来てもらおうか。ここじゃまずいのか。二人っきりで話がしたいんや。わしとはじめちゃんとで。ほな。空をなしたってことか。そいつは悪くねえ。最強であることに俺らがここにいる意味だ。よう斎藤、何やってんだよてめえは。また池田屋から。大丈夫か。
よう、待っとったで、はじめちゃん。俺に話ってのは。相変わらず愛想がないの。まあええわ。ところではじめちゃん、戦国虎ノ城って名前知ってるか？戦国？いや、知らねえな。戦国は今日で指折りの呉服商や。伏見にごっつい豪邸構えとる。はじめちゃんも見たことくらいあるはずや。それで？その戦国の屋敷に勤皇派の志士が行参かくまわれとる。戦国は裏で勤皇派に貢いどる危険人物っちゅうことや。それを取り締まるってことか。当たり前やろ、わしら新選組やで。ならなんで俺だけに話すんだ。手柄の分け前減らしてないんや。せやから副長にも言うとらん。わしとはじめちゃんだけや。ほんで今晩二人で戦国の屋敷に踏み込む。あんた何を企んでいる？なあ、組む相手は俺でなくても構わねえはずだ。長倉でも東堂でも。はじめちゃんは天然理心流をってうちに入隊したんやろ。金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。そしたら分け前で揉めることもあらへん。ええか、夜になったら戦国んちの前に集合や。ちゃんと準備してくるんやで、はじめちゃん。気をつけてくれよ。おい、大丈夫か？ねえねえ。めんどくせえね。君は何がしたい？もう手紙が来ても今に伸ばす。急ぐ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。やっぱり師匠やつには興味がねえな。まだお前か。任せときって。いい加減にせえ。どこ行け。では問題ない。おい、また起こしやす。
どうも。ありがとうございました。いえ。何？はい。
Ha ha ha!
おいでやす。キツネ、キツネ。天ぷら。キツネ、キツネ。キツネ、キツネ。キツネ。本当違うではないか。何？次頑張り。キツネ、キツネ、キツネ、キツネ。天ぷら。
危なかった。あ、you
素晴らしい。なあ、いらっしゃい。おおきに。そうか。あんたはなんでここにおるんじゃ。見てこますぞ。ん？
こんにちは。自慢の石は揃えてます。何いたしましょう。買うてきませんか。いらっしゃい。おおきに。また今度な。 どうも見てってくださいね。 いらっしゃいませ。
はい。
回るおつもりでしょ。そういうとこさ。ひとまず腹に何か入れたいんだが。強すぎるだろ。
ほらおいで。おいで。やるぞ。悪くないだろ。この味誰も真似できない。味を見てくれ。どうだ。この味誰も真似できないぜ。さて作るか。やるぞ。慎重。今だ。よし。さあ来い。食べてみてくれ。うまそうだな。
おっと、危なThank you.
もう帰ってはった？そしたらゆっくり休んで。ずっと忙しいやし。ほなね。おう。はじめさん、仕事が忙しいんはええことやけど、ちょっとはお涼ちゃんとの時間も作ったらな。最近あの子ちょっと寂しそうやで。お勤め頑張ってきるな。しなきゃな。
かった。待てやこら。面倒はごめんだ。屋敷の中の状況は？ねえ、勤皇派の志士たちは酒飲んでどんちゃん騒ぎや。これから踏み込まれんのも知らんとアホな連中や。人数は？んなもん、どうでもええやろ。何歩追ってもわしらは押し込んで全員切りまくるだけや。新選組に入った甲斐があってね。はじめちゃんも遠慮せんと好きなだけ蹴りや。あんたが新選組にいるのはいくらでも人が切れるからってわけか。他に何があるっちゅね。さあな。くぅ、もうたまらんようになってきた。そろそろ行くで。準備はええな。いつでも行ける。よっしゃ、行くで。毎度おきに。ご存知新選組やで。今からぶっ殺しに行くでお前ら。
Come on.
お前が戦国虎の城だな。ま、待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、豚所まで来てもらう。観念してくれや。いらん小芝居はもうええで、戦国は。なんや、遅いやないか、起きた。どういうことだ。さーて、どういうことやと思う？戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。なんだと？そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろう。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。沖田、なぜ俺に黙ってた？さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんさかい。ほれ、例の芹沢カモもそうや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっぱなすわ。えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂は当てにならんで。それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。ああ、そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、幕府への口聞き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたのは獅子たちだけとちゃうで。あんたもや、
斎藤はじめ班。何？なあ、起きた。そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、起きたはん？はあ？起きた。ええ加減だ。うわあ！なんでや！起きた。お前。聞いたことないか？カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さて、戦国藩の最後の質問。その答え、はじめちゃんには教えたろうが。なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや！
強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんやんか。ああ、奴の剣が純粋な天然離心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが沖田、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。そりゃ本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。ほんまの名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似たもん同士なんや。似たもの同士。何でもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで。はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりや。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。なんでこんなところに。これはじめさんにって、長岡さんから。手紙。なんだと。はじめちゃん。バカだ。はじめさん、兄弟が死んだ。